こんにちは。最近、急に寒くなってきたので、ちょっと早急に子供用のマフラーを編みたいと思うので、この品名クッカという糸を使って長編みでマフラーを、編もうかなと思います。ちなみに購入したのは3色で、色番1のこの白っぽい色と、これ取っちゃったんですけど、色番2の薄いピンクですね。あと色番3のこの濃いピンクを買ったんですけど、とりあえず白は2玉あるので、急ぎということでこの白を2本取りにして長編みを編もうかなと思います。こうやって2玉の糸端と糸端を合わせて、この状態で長編みを編んでいこうかなと思います。で、こっちかこっち、あるいは両方使って、飾り付けに使おうかなと思います。白のマフラーは汚れたら嫌だなと思って、買ったことも編んだこともなかったので、でも可愛いので早速編んでいこうかなと思います。今回は私は5歳の長女のマフラーを編むので、長さはあまりいらないので、12目作り目をこうやって鎖編みで12目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、こんな感じで、5歳だったら十分な長さかなと思います。もちろん大人用だったらもうちょっと幅があった方がいいと思うので、お好きな幅まで、調節して編んでいってください。そしてここから長さが決まったので立ち上がりを編んでいきます。立ち上がりに鎖編みを3回、1、2、3で、この裏山ですね、この裏側に見えているポコポコの裏山の5個目、1、2、3、4、5、これか、ここに長編みをまず編んでいきます。そしてその隣の長編みに、裏山にも長編みを編みます。この要領で12目すべてこうやって裏山に1つずつ長編みを編んでいきます。こんな感じですね。結構ふんわりしている感じです。この端まで編んでいきます。こんな感じで1段目が編み終わりました。そしたら、生地をくるっと返してまた鎖編み3回で立ち上がります。で、長編みをこの根元ではなく根元の次の目に編み入れます。根元にも編んでしまうと目が一つ増えて幅がちょっと変わっちゃうので気をつけながら編んでいきます。で、あとは一緒で一つの目に対して一個ずつ長編みを編んでいきます。子供用の12目なんで1段もすぐに終わるので、とても楽ですね。大人用はなかなか時間がかかるんですけど、でこういう子供用のね、幅の短いのを1個大人用にも編んどくと便利です。ちょっとこう家事してる時とか夜編み物したり読書したり、趣味の時間を過ごすとか時とかにもこうがっつりマフラーをね、お出かけ用のとか巻くのもいいかもしれないんですけど、ずっとつけとくのも汗もかくし汚れるしということで、
ちょっと気軽にくるくるっと巻ける子供用の幅のマフラーを1個置いとくのが私はお気に入りでおすすめです。はい、最後の目まで編めました。最後は必ずこの1段目の立ち上がりの3目目の頭にも長編みを入れるようにしてください。ここを忘れちゃうと逆に目が減ってしまうので、よくあるこう長編みでこう幅がこう変わってしまうっていう悩みの原因はだいたいここか最初ですね、この根元にも編んでしまっているかということが多いと思うので、その2つを意識しながらどんどんあとは先ほどの要領と一緒でくるっと生地を返してどんどん長編みを好きな長さになるまで編んでいきます。今18段編んだところです。こんな感じで結構あっという間に結構な長さができました。こんな感じでどんどん編み進めようかなと思っています。50段まで編み終えたところです。で、まあ、5歳の娘用なのでこの辺でちょっと糸をカットして糸処理をしたいと思います。ちょっと残りの糸が少なくってフリンジをつける余裕がないので今回は飾りだけにしてみようかなと思っています。こんな風に目立たないように糸処理をしました。反対側も糸処理していくんですが、こんな風にちょっと短い場合ですね、こういう時は先にとじ針をこうやって通してからここに糸を通して引っ張ってあげると短くても、うまく糸処理がとじ針で糸処理をすることができます。こんな感じで出来上がったので、また、いろいろ引き出しの中をガサゴソしているとこんなのが1個出てきたので、こうやって、イチゴをつけてあげることにします。シンプルな真っ白で一色なんでちょっと差し色にもなって子供も喜びそうなので、これをですね、今回は私はグルーガンで接着していきます。お持ちでない方は何でもいいです。毛糸で縫い付けてもいいですし、糸で縫い付けてもいいと思います。あとですね、これ子供向けなんでイチゴなんですけど、大人の方でしたら以前紹介したこのふんわりのモチーフをこうやってつけてあげたりしてもいいと思います。はい、では早速こっちをつけていきます。まずつける位置と角度をしっかりイメージしてから、熱々のグルーをしっかりとつけていきます。で、取れちゃうのがなんか心配だなという方はグルーでつけた後にこのこの辺をちょっと糸でまつって縫ってあげるとより安心かなと思います。
しっかりこの熱々のグルーをこのなんか凹凸面にねこうすり込んであげるようにしておくとなかなか取れないので、こうグリグリとしてあげてしばらく置いておきます。飾り付けに使うって言ってたんですけど、これ結局使わなかったんで、またこれで次女にマフラーを編んで、逆にさっきの白い余りの毛糸で飾り付けしたいと思うので、また後日アップします。はい、完成です。シンプルだけど、まあ、ちょっとインパクトのある、私にとっては結構大胆な感じで飾り付けをしました。例えば、さっきも言ったんですけど、大人の人だったらこういうのだったりとか、あと手元にこうお花モチーフ編んでいらっしゃる方は重ねて中心にパールとか、縫い付けてこういう風に飾っても可愛いかなと思います。あともう一つバリエーションとしては、ポンポンとかですね、作ってこうやってここに両端につけてあげても可愛いんじゃないかなと思います。シンプルに編んで、お子様用でも大人用でも、いろいろアレンジが効くので、長編みで作る簡単なマフラーぜひ作ってみてください。あとですね、一つポイントがありまして、この二重にして2本取りで編んでいるので、結構たくさん糸を使うというか重量感が出てしまうので、あまり重たい毛糸はおすすめしません。できるだけちょっとふんわりした軽い感じの、重さの少ない糸を、使って編まれることをおすすめします。はい、以上、長編みで編むマフラーの紹介でした。ありがとうございます。